はい、メンタルエステスクールスタッフ吉田です。今日もスクール代表斉藤幸男のブログを紹介していきたいと思います。今日のブログはこちらです。今日は新月ということで、昨日の月読み様のメッセージについて書いてあります。本当の自分の気持ちを人に伝えられないジレンマとか、あれって思う、疑問に思うこととか、心の違和感が溜まっていくと、そのうち大爆発してしまうというケースも中にはあるようです。大爆発する前にこまめにお掃除ができると、ストレスも少なく生活できるんじゃないかなと思います。私自身は溜め込むのが嫌いなので、溜めないようにすぐに解決するようにしています。おかげで余計なストレスはありません。よかったらブログをお読みください。それでは